周囲からの視線が痛い。全く楽しめそうにないぞ。なんじゃこりゃ、こんなの食べたことないぞ。もううめえ。あのアスタさん、ご一緒してよろしいでしょうか。おお、ミモさん、お前もこの肉狙ってたのか。全く魔力を感じない。なんと汚い食べ方。散々な言われようですな。ま、もう慣れてるけど。なんという器の大きさ。バンジャンス様の金色の夜明け団の理想を体現するのは我々だ。お前もだクラウス、それからミモザ。お前はダンジョンでは早々に負傷し、戦線から離脱したそうだ。申し訳ありません。いやいや、一番場違いな役立たずはお前だよな。シルバ家から追放同然だったっていうのに。ネブラン姉様、この場はお前にふさわしくない。され、母殺しの出来損ない目。こんな奴らから逃げる必要ねえ。アスタ、下民だの、ネズミだの、恥さらしだの、敵損ないだの、ふさわしいとかふさわしくないとか知るか。黙れ。黙らん。いいか、こんちくしょう、俺は必ず実績を積んで魔法帝になって、お前ら全員黙らせてやる。あ、すっげえ、間近で見たらこんなでかかったのか。アスタと二人きり。おお、一週間ぶりだな、アスタ。怪我はもう大丈夫なのか。子供か。誰が子供だ。お前の魔法のおかげだよ。ありがとうな、ミモザ。どうしたのよ、ミモザ。私、アスタさんを見てると胸が苦しくなって、あの日からアスタさんのことばかり考えていて。なんであんなやつ、あんな下人のバカでうるさくてチビで、またあの体とのギャップが。って、あれ、なんで私こんな必死なの。いやいやいや、私はあんなやつなんとも。頭でも痛いのか。早く通って通って。うっせ。よっと。おお。ああ、やだやだ、何が合コンよ。あいつが誰とどうなろうがどうでもいいんだからね。で、誰に何の言い訳してんのよ私。合コンって言うから思わずついてきちゃったけど、でもうまくいってなさそうでよかった。お姉ちゃん。え？ビールおかわり。自分で入れなさい、ハムシ。僕らお前にして緊張したかい？いや。そんなに緊張しなくていいんだぜ。テイン、飲み物もう一杯追加だ。ナイス。わかる。ちょっと盛り上がっちゃってるじゃないの。どういうことよ。もう言われてみるとレベッカさん姉貴っぽいっすね。そういうあんたは兄弟たちの一番上には見えないわね。あ、近所の食堂で小さいガキ抱えて。ちょっと話してよ。あんた、この人のこと何も知らねえだろ。おお、怖い怖い。俺は魔法は使えねえ。そいつはどんな冗談だ。逃げるよ。ちょっと店長、バイトやめるわ。おいおい、アスタはさ、好きな人とかいるのかい。はい、心に決めた人がいます。素敵っす。同じ応援してるよ。同じ、あ、同じダン。それってもしかして別に私はなんとも。まった
ったく、バッカじゃないの？ネロもそう思うわよね。あいつったら、ほんと向こう水っていうか。初任務の時からそうだった。何が魔法帝よ。私がいなかったら、どうなってたと思うのよ。私があんなチビで下民な奴を。私は王族よ、王族。本当にバカなんだから。心に決めたって、大切だって思ってくれてるなら、あんまり心配かけさせないでよね。誰が心配だって？なんでだ！に似たんですかね。今さら！でも見てみろよノエル。回復したらさらに筋肉が強くなった気がする。マガスター！ビアクヤのマガンはこの森にあるという魔石を狙っていたようなので。お前たちの言う魔石とはこれのことだろう。私には必要のないものだ。くれてやろう。ありがとうございます。なあ、白夜の魔眼はこれを欲しがってたんだけど、一体なんでかわかるか？なんか知ってます？その魔石は装着者の魔力を高める魔道具の一種だが、それを真に使いこなせるのはエルフ族だけだ。禁術魔法はただの人間には手が出せない。もう何が何やら。禁術魔法の発動には途方もないマナと何かしらの犠牲が必要とな。そしてアスタ、お前の持つ二つの剣は、そのエルフ族のオサが使っていた魔法剣の慣れの。どういうこと！うわあ！アスタ君の頭が話についていけず爆発した！しっかりしなさいよ、バカスター！バカだから、これ以上は無理よ！バカだから！